覚悟の上ご相談ください。はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。レッスンのご相談に来られるときに、1回のレッスン30分ですよっていうお話をするとですね、まあ大抵の人が短っていう風な反応されるんですよね。まあ30分っていうと短く感じるかもしれないんですけども、実際こうレッスンのボードを見ているとですね、30分でも本当にあっという間に終わったっていう方と、レッスン30分がもうヘトヘトやっていう方がいらっしゃるんですね。これはなんでかと言いますと、やっぱり先生方はその30分の中で、まあ教えるの当然ですし、演奏を聞いたりですね、お互いに聞き合ったり、あとまあいらんおしゃべりも若干すると思うんですけども、そういうことをしながら30分うまいことをこうやりくりされてるわけなんです。人間の集中力っていうのがだいたい20分っていうふうに言われるんですけども、レッスンの時間は長かった長い方がいいのか、たくさん詰め込めるのかというと、やっぱそうじゃないんですよね。先ほど言いましたように、先生がこういろいろこう工夫されて30分っていう時間をこう有効に活用してるから、30分のレッスンが成り立つわけなんです。じゃあ30分以上のレッスンはないのかと言われるとそうじゃなくてですね、例えばもう受験前でもう全然時間がないんやとか、そういう場合は例えば40分とかね、60分とか、まあ90分とかね、レッスンをすることもあります。まあ基本的にはまあ異例なんですけども、もしレッスン始められて、私はまだまだ全然いけると、もっともっと練習したい、もっとピアノが弾きたい、もっとギター弾きたいとか、そういう方の場合はまた個別に相談いただければ、今の30分にもう30分追加して60分とかね、もう60分追加して90分とかね、そういうレッスンの組み立てもまあ可能かと思います。ただまあヘロヘロになるのはお覚悟をいただいた上でレッスンに通っていただければいいかなと思います。まあ、ある意味個人レッスンというのはある程度そこら辺はこう融通効くんですよね。まあその代わり私15分でいいわってのちょっと難しいかもしれないんですけども、長い分にはいくらでも調整できると思いますので、お気軽にご相談いただければなと思います。レッスンに関するお問い合わせご相談はお近くの平瀬楽器サンドセンター、もしくは平瀬楽器藤原台センターまでお気軽にお電話ください。お待ちしております。